ジョージ・レアード・シャウプはアメリカ合衆国間補修が州に昇格した時に短期間初代知事となり、その後州では初めてのアメリカ合衆国上院議員となった政治家である。シャウプは1857年強行で財政的に破綻した後に1859年にコロラド巡州に移動してパイクスピーク近くで工業と商業に携わった。南北戦争の間は ニューメキシコ巡州、コロラド巡州及びテキサス州で働く独立系石膏たちと共に入隊した。シャウプは第3コロラド騎兵隊が結成された時に大佐に指名されアパッチキャニオンとサンドクリークの戦いに参戦した。南北戦争が終わるとモンタナ巡州バージニアシティに移動してから同州サーモンに入りサーモン市の設立に寄与した。シャウプは アイダホ順州、レミー軍創設のための委員に指名され、1874年、順州議会議員に選出された。1880年から1904年の間は、いくつかの中断はあったが、共和党全国委員会のアイダホ州委員を務めた。1889年4月、ベンジャミン・ハリソン大統領がシャウプをアイダホ順州知事に指名した。シャープは、アイダホが、 州に昇格し、アイバホ州が存在しなくなった1890年7月までその職にあった。シャープは続く10月にアイバホ州の初代知事に選出された。シャープが知事を務めたのはほんの数週間に過ぎなかった。11月にアイバホ州議会はシャープを州選出のアメリカ合衆国上院議員に選出した。 上院議員に就任した。知事の公認は副知事だった n b ウィリーがなった。シャウプは上院議員として年金、教育及び軍事問題など多くの関心があった。順州委員会の委員長を務めた。この職にあってインディアンの自由で公正な待遇を提唱した。シャウプは1894年にアイバ修議会から合衆国上院議員に 丸6年間人気で再選されたが、1900年には民主党のフレッド・ディボアに敗れた。シャウプはその4年後の1904年にアイバホ州ボイシで死んだ。1910年、アイバホ州はアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホール、コレクションに、シャウプの大理石像を州の2つの彫像の1つとして寄贈した。ありがとうございます。